16代目で大きな変革を行ったトヨタ新型クラウン。今回、注目となる2.4リッターターボと組み合わせた新ハイブリッド。デュアルブースト、ハイブリッドはどのような特徴を持っているのでしょうか。このシステムはトヨタのハイブリッドの新たな選択肢として、投入されたシステムになります。 実は5年前の電動車普及に向けたチャレンジの発表の際に、テラシ刺激副社長、当時、がこのようなことを語っていました。今後もハイブリッド技術は磨き上げていく必要があります。現在の寿司だけにこだわらず、トーイング性能が求められる CV 用、アフォーダブルな価格が求められる新広告向け、さらにはスポーツモデル用など、 用途に合わせたシステムも開発していきます。筆者はスポーツモデル用の一つの答えが、デュアルブーストシステムだと予測しています。トヨタで主流となるスシーは走行状態に応じてエンジンと、モーターと適切に使い分けるシリーズパラレル方式と呼ばれるシステムで、二つのモーターと動力分割機構の組み合わせによる、 電気式無断変速で構成されています。対するデュアルブーストハイブリッドはエンジンが主役で、モーターがそのサポートを行うパラレル方式です。効率という意味では寿司は非常に高いレベルですが、ダイレクト感やエンジン回転数と、車速がリンクしないフィーリングなどに課題がありました。 長年の進化・熟成により改善してきたものの、完全に消し去ることはできず、そこで生み出されたのが、このシステムというわけです。開発の狙いは大きく3つ、レスポンスの良さ、ダイレクトかつトルクフルな加速フィール、中高速域からの加速の伸び感です。これらからも走りに振ったハイブリッドであることがわかるでしょう。 そのシステムはフロントに 272PS460NM を、発揮する2.4リッターターボに 82.9PS292NM を、発揮する駆動用モーターと6速 AT、2つのクラッチ、発進用エンジン切り、離し用、インバーターなどを搭載。ネーミングの通り、ターボとモーターで下級を行うイメージです。 ちなみに6速 AT はダイレクト感のために、トルクコンバーターではなく湿式多ンクラッチが採用され、システムのサイズは8速 AT よりちょっと大きい程度に抑えられています。リアは独立したモーターを搭載する電動 AWD-E4 なのは、2 5ープラスス C モデルと同じですが、より高出力 80.2PS、 169nm ナイヤクルを採用した E4 アドバンスを搭載しています。前後のトルク配分は100、0、20コロン、80まで可変でき、通常の E4 よりも後輪への駆動力の大きさも特徴の一つです。バッテリーは全車バイポーラ型ニッケル水素電池が搭載されていますが、 デュアルブーストハイブリッドはより高出力が求められるため、セル数を2.5リッタープラススシーの168から192に変更。ちなみに2.5リッタープラススシーモデルとの見た目の違いは、専用デザインの21インチアルミホイールと漆黒メッキの社名エンブレムのみ、個人的にはデュアルブーストハイブリッドを、 主張するかっこいいエンブレムくらいは装着しても良かったのかなと感じました。期待値高めだが実際に乗ったらどうだったのか。走り始めはスシーよりも電動車感が強めです。バッテリー残量が多い時は EV 走行も積極的に行う上にアクセルをさらに踏んでいってもエンジンはなかなか始動しない粘り強さも持っています。 このあたりはセル数を増やしたバッテリーが効いているのでしょう。エンジン始動時も非常に滑らかで気がつきにくいだけでなく、始動時のエンジン回転上昇もスシーよりも抑えられているので、精度のギャップにがっかりすることもありません。ちなみにトルコンデスの AT は発進時や、利息域でギクシャクすることが多いですが、 新型クラウンのそれは実によく制御されており、今回の市場で気になることはほぼなかったです。そのままアクセルをぐーっと踏み込んでいくと、これまでのスシーにはなかったアクセルと、エンジンの直結感とターボの下級遅れのない応答性の高さ、そして高回転までストレスなく回るスッキリとしたフィーリング、加えて、 トルコンレス 6AT のキレの良さと小気味良さも相まって、ハイブリッドというよりも非常によくできた内燃機関と、呼びたくなるくらいの気持ち良さを感じます。中には AT の多段化がトレンドなのに、今時6速 AT なんてと思う人もいるでしょうが、デュアルブースとかで各ギア団の カバーレンジが広くなっているため全く問題なく、むしろビジーシフトしないのでドライバビリティも高いと思います。ただ、一つ残念なのは2.5リッター、スシーより、かなり抑えられてはいるものの濁音の多いエンジン音です。おそらく、他の部分の静粛性が高さから、相対的に目立ってしまっているのでしょう。おそらく、 高効率エンジン特有の高周波の共鳴が原因だと思うので、何らかの減衰機構で吸収、もしくは ASC などを、活用した音質改善などを期待したいところです。システム出力は 349PS で 1920kg の車両重量ながら、速いと思えるパフォーマンスに加えて、システムの強みである応答性、 ダイレクト感の高さなどから、体感的には先代のフラッグシップである。V6 3 5リッタープラスマルチステージハイブリッドを超えていると感じました。気になる燃費ですが、開発人が走り重視です、と語っているように、WLTC モードは2 5リッタープラススシーの2 2 4トルパーリットルに対して、 15.7km per リットルとそれほど良くないです。ただ、実際に走らせてみたところ、ワインディングはともかくバイパスのような道での定常走行は、20km per リットル前後だったので、実燃費は、想像しているよりは良いと予測しています。では、フットワークはどうでしょうか。2.5リッタープラス,スシートの違いは、 サスペンションセッティング。新水道構造採用の AVS とアルミホイール。合成だけでなくしなやかさを持たせた構造。さらにはリアモーターの使い方でしょう。スシーはスリップしたらリアを駆動させるオンデマンド方式ですが、デュアルブーストハイブリッドは常時 AWD になります。つまり E、アクルは連続使用されるため、 熱対策のために水冷の冷却系が採用されています。ステア系は初期応用の良さ。雑味要素が少ない滑らかなソー感。路面からの情報の豊かさ、直結感が高いは2.5リッタープラス寿司と同様ですが、ソー力は若干重めになっています。ハンドリングは2.5リッター、スシモデル以上に。 駆動方式の概念が変わる走りです。コーナー侵入時は 4WD の安定感を持ちながらも、抵抗感の少ないソー感はレクサス以上にスッキリ、コーナリングの最中は横置き FF レイアウト特有の、フロントを中心に旋回するのではなく、まるで重量配分が整った縦置き FR のように、 旋回軸がドライバーの近くにある。間隔は2.5リッタープラススシ以上に強いです。特にリアに荷重をしっかりと乗せながら、曲がっていく旋回姿勢は FR よりも FR っぽいと感じるレベルで、ワイディングなどではパワートレインのレスポンスの良さも、相まってステアリングだけでなくアクセルコントロールで曲げることも可能。そして、 コーナー脱出時にアクセルをぐっと踏み込んだ時は 4WD の安定感を損なわずに FR のようなリアタイヤの蹴り出しが実感できるトラクションを持っていますこのように走行シーンに応じて駆動方式がシームレスかつアクティブに変化するのが大きな特徴ですこれらはリアに大きな駆動力を伝えられるイーヤクルに加えて 四輪ソーダ、DRS や ACA、アクティブコーナリングアシストの相乗効果によるものです。しかし、これらのデバイスは、主張することなくあくまでも裏方として働いています。その結果、意のままの走りが可能で、初中級ドライバーは、私、運転が上手くなった上級ドライバーは、 コントロールがしやすいね、と感じてもらえるはずです。電気モーターをうまく生かした走りの新型、クラウンターボとは、つまり、トヨタ車共通の味である、コンフィデント、安心、ナチュラル、自然は、デュアルブーストハイブリッドでも、全くブレていないことが分かってもらえるでしょう。 乗り心地は2.5リッタープラススシーよりも若干引き締められていますが、入力の優しさや乗員へのショックの伝わり方の少なさなどから、体感的にはむしろ快適で動的質感も高いと感じました。一番の要因は、新スリドー構造採用の AVS と、しなやかさを持たせたアルミホイールですが、 筆者はこれらにより21インチタイヤのたわみをより活用できたセットが実現しやすかったのだろうと分析しています。ブレーキは電動油圧ブレーキがアキュレーター式からオンデマンド式に変更された改晴強調ブレーキでそれを微塵も感じさせないフィーリングながらも2.5リッタープラススシート比べると若干タッチが固め ストロークが短めに感じました。これは仕様なのか、それとも個体差なのか、小踊り敷きになるところです。この走りを体感して、2021年12月に行われた、トヨタ BEV に関する説明会の質疑応答で、筆者の質問に対する豊田秋夫社長の回答の一節を思い出しました。 電気モーターを活かして四駆のプラットフォームを一つ作れば、制御所何で FF にも FR にもできます。そんな制御をもってすれば、森像でもどんなサーキット、どんなラリーコースでも安全に早く走ることができます。この時は DEV、電気自動車、その話でしたが、これをハイブリッドに置き換えたのが、 このデュアルブーストハイブリッドというわけです。筆者はこれまで先代15代目の基本素性の良さを、生かした精度感の高いハンドリングを高く評価していましたが、16代目は電気モーターと制御を上手に活用したことで、それに負けない走りが実現できています。16代目クラウンとしての方向性は全モデル共通ですが、 デュアルブーストハイブリッドはパワートレイン。フットワークともに新時代のスポーテセダンにふさわしい。爽快なモデルに仕上がっています。ゆったりのんびり走るなら癒し系の2.5リッター、スシーの19インチタイヤ仕様もおすすめですが、個人的には16代目の本命はやはりこいつだと思っています。